霊子。霊子、霊子、ギャナダーマルセダムカーストは、万年竹科の一年生のキノコで、形態は系統により、様々に変化する。肉質はコルク質様まで、表面はニスがかけられたような光沢がある。別名万年竹、霊子草。薬用植物。霊子は、一般的に、万年竹科の万年竹を刺し、他に、角出だけ、戦争。 吉祥だけ、霊子草赤芝などの古称で呼ばれている。古名には、三種、芝がある。色の異なる、紫芝、黒芝、青芝、白芝、木芝もあるが、紫芝は禁煙種のギャナダーマジャポーニカムジョイドと、され、他の四色は二種のいずれかに属することが多い。成長し乾燥させたものを霊子として用いるが、古実体は、木質で、直接の食用には適さず、 適当な大きさに切り、熱水で煎じて、抽出液を服用するほか、薬用紙とする。五漢時代二十五から二百二十にまとめられた、新農本草業に命を養う、延命の霊薬として記載されて以来、中国では様々な目的で薬用に用いられてきた。日本でも民間で同様に用いられてきたが、伝統的な漢方には霊子を含む処方はない。古実体は、 様々な多糖類、ベータグルカンなどやテルペノイドを含む。他のキノコのベータグルカン同様、高腫瘍作用の報告は多いが、ほとんどは試験管や動物実験で人での臨床報告は限られている。シイタケ等のスポンジ質なキノコでは、個実体は膨張するように成長。肥大するため、周囲の木などの異物を取り込んで成長することはなく、異物を避けて肥大していくが、 本種や猿の腰掛けのようにリグニンやセルロースを多く、含み成長後に、コルク質で樹木のように硬化する種類のキノコでは、元気形成の時点では、端子胞子のもとは形成されておらず、成長点が先端あるいは変縁部にあるため、周囲にある木などの異物を取り込んで成長することがある。今日では、栽培法が確立されており、民間薬あるいは、 健康食品として様々な目的に用いられる。飾り物としても利用されてきた。古代中国では、霊子の効能が特に古代に信じられ、発見者はこれを採取して皇帝に献上することが義務付けられていた。また、管理などへの賄賂としても使われてきたという。傘の形成されていない、古実体が沈徴されている場合もあるが、 単純に成長途中の個体を採集しているだけで、自然界においては珍しいものではない。なお本種は硬くて、噛み切れないため、直接の食用には適さない。新農本草病では、上品に分類され、無毒で長期連用でき、命を養うとされている。これまでの臨床報告でも、適切に傾向で摂取するなら、安全性は高いことが示唆されているが、 3から6ヶ月の長期間服用により、めまい、口、喉の,の渇き、鼻水、鼻血、かゆみ、胃のむかつき、血便などの副作用が報告されている。妊娠中、授乳中の安全性については十分なデータがないので、使用を避けることが推奨される。マウスによる動物実験では、霊子の浸出液投与、マウス傾向 22g、kg、 マウス腹空内38.3プラスマイナス1.04グラム、キログラム。霊子は高血液凝固作用を持つので、理論的には、高血小板、高血液凝固作用のあるハーブや、医薬品を用いている人では、出血傾向が高まることがある。血圧低下作用のあるハーブや、医薬品と共に用いると、その作用を強め、低血圧を引き起こすことがある。 ベータ・ビーグルカンなどの多糖類、ガノデリン酸などのトリテルペン類、免疫力を高める、高血圧、低血圧を改善する、ガンを予防及び抑制など様々な効能を謳った、健康補助食品が販売されているが人での有効性については信頼性のおける十分なデータが当たらない。しかし、中国や日本では霊視には、幅広い薬能があるものと信じられ、 様々な目的に用いられてきた。日本においては臨床試験は進んでいないが中国では各種の霊死製剤が作られており臨床を得るためにも人への臨床試験が行われ効果が確認されている。例えば不眠に対しては下流剤を4週間服用させたところ96%に改善効果が見られこれに伴って食欲、記憶の向上や 疲労感、動悸、難便などの軽減が見られた。神経衰弱に対しては、上座を2週間服用させたところ、88%に改善効果が見られた。慢性器官支援に対しては、1から2週間の服用で、咳、痰の改善が見られ、特に頭打には大きな改善効果が見られた。また、霊主内服液をマウスに与えて、 CO ガンマ放射線治療の副作用低減効果を調べた研究では、五式霊子内服液を服用させたグループでは、対象グループに見られた脱毛や脂肪がなく、非臓リンパ球添加とインターロイキンマイナスに分泌促進作用が認められ、白血球の減少も少なく、かつ回復も早かったとの報告がある。紅葉樹のクヌギ、粉粗等を使用し、原木栽培と、 金賞栽培が行われる。原木栽培の場合、殺菌を行う場合と、非殺菌の場合があり、天然環境、または空調管理されたで、天然の周期に合わせ収穫が行われる。金賞栽培の場合、瓶、または袋、平箱に金賞を詰めて行う。殺菌、摂取後、空調管理した施設で、約2ヶ月培養した後、 小砂利マド道近正面に複度子小実体の発生を促す。字に空調管理を行わず、自然に任せる方法もある。中国では主に赤芝が人工栽培されており、流通しているもののほとんどはすでに人工栽培となっている。新州、京州、南韓、大山一号、大別山麗市などの品種があり、南韓は発育が早く、 年に3回収穫できるため、普及している。中国では、古実体の発生温度を24摂氏30度とし、発生後の温度が、摂氏20度以下や摂氏33度以上になると、硬化したり死亡したりするとしている。湿度は85から90%が適し、高すぎると、カビが発生する。菌死体の生育に光は不要であるが、古実体は十分な光がないと分化せず。 地形となる中国では、クヌギの葉、大豆の茎、クワの枝、トウモロコシ小ぶみるなどを炭素、窒素源として培養されている。なお、この種の原木栽培に使用された原木は、スポンジ状に柔らかくなるため、柔らかい口器への産卵を好む、クワがタムチの採卵に向く。業界では、霊子剤などと呼ばれ市販されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。